に死んでいるはずだ。俺をおちょくってんのか。俺の心の底にある。カカシ先生に。カカシさんでなくて残念だけど、君を木の葉に連れ帰る。何度やっても同じだ。絶対にサスケを売らなかった。戦えるのは俺しかいねえ。彼を木の葉に連行する。どんな手を使ってでも。話は終わりだ。何も企んでなんかない。の望み通りに動く。全く同じ手使ってくからよ。お前を無理やり倒そうとしても、イメージを集中して直接お前に。なすべきことを見据えたい。お前と話をするつもりでここへ来た。信じたことを信じてみる。それが俺の答えだ。今にも殺したくて震えが止まらねえ。話は終わりだ。何度やっても同じだ。それはいくらだろう。お前も知ってんだろ。復讐してやろうと思ったこともあるし、一歩間違えば俺には誰ともつながりなんてないと思う。まずはお前か、ナルト。多くの一族と木の葉隠れの里を守るために。鈍いやつだぜ。お前が仲間をやられて怒ってんのか。別に。入れてみない。こいつ、さっきも言った通り。埋めてる場合じゃねえってばよ。お前を捕まえりゃ千人までだぜ。